どうも、ハイチです。昨日の10月14日の、夜の10時ぐらいですかね、数字が更新されまして、今ご覧いただいているとある男が授業をしてみたというこのチャンネルの総再生数、全部の動画の再生数が1億回を超えることができました。拍手みんながファンにね、好きな YouTuber さんいらっしゃったら見てもらえると分かるんですけど、億超えてる方なんてただいらっしゃりますし、もう何十億回って方もいらっしゃるんですけど、自分の中でこの勉強チャンネルで1億っていう数字は目標であり憧れでちょっとあって、でそれがやっと、5年4ヶ月ぐらいかかっちゃいましたけど達成することができました。本当にここまでねやってこれたのは、今見ていただいている皆様と、あとは今までも見てくださってた、もうね卒業したってね必要じゃなくなった方も多々いらっしゃるので、見ていただいてた方のおかげです。本当にありがとうございます。ちょっとだけ昔話していいですか。ちょっと数字出しながら話していきますね。1億回にこうね至る過程で、自分2012年の6月1日に動画投稿を始めたんですけど、最初は2012年が約半年間あって、半年間の最初の1年ですか、半年間ね、再生数って10万回なんですよ。半年間だよ。そう、10万回なんですね。で、2013年、次がフル1年、初めて活動した1年間です。でここが1年間で約280万回、ちょっと端数切っちゃってるんですけど、でだんだんいきましょう。2014年がちょっとメモ見ますね、1000万回で、2015年が2100万回で、去年2016年が3200万回で、今年多分ね10月13、ちょっとね少し前までの数字しかカウントされてないんですけど、多分13ぐらいまでの12か13までの数字だと思うんですけど、そこまでの数字で今3300万回今年がですね、見ていただいてます。で端数ちょっと切っちゃってて、足すと1億超えないと思うんですけど、これで約ちょうどとか1億4万ぐらい、本当1億ギリギリ飛んだのね、超えたぐらいなんですけど、聞くことができました。最初、よく話してますけど、最初の1年間ぐらいは本当にいろんな方に叩いていただいて、もう叱咤激励の叱咤しかねえみたいな時もありましたけどね。 YouTube で勉強とか意味わかんねえんだけどとか、もう死ねえよとか、偽善者とかね、もういっぱいこうメールで、なんでメールなんだろうと思いながら、コメントでってメールで来ることが多くて、自分はいっぱいいろんなことありましたけど、でも流行るかどうかは分かんないですけど、必要としてくれる子は絶対に現れるし、自分が続けていく中で、だから一本一本、その当時ね、昔の動画なんて本当に分かりにくい動画いっぱいあるんですよ、自分の勉強動画だから撮り直したものもいっぱいあるんですけど、でもその当時の自分にとってはもうこれがあって思うものを一応妥協せずに撮ってきて、で、その継続してやってきた中で、こうやって、登録者もそうですけど、数字が少しずつ増えていって、見ていただいている方とかが増えていって、今に至るのかなと思ってます。だからあの当時叩かれたのも、それ叩かれてシュンってならずに、見てろよこの畜生と思ってやってたので、そういった意味では本当に良かったのかなと思います。今振り返ればね、当時は辛かったですけど、でもやっぱその辛い思いとか、ね、いつも強くはいられないので、もうやめたいと思ったことはほぼほぼないんですけど、この活動でもなんで撮ってんのかなって、勉強とか、言い方が悪いんですけど、こう学生のみんなのためにっていう思いがやっぱり昔の方が強くて、今はねそのなんかあんま切っちゃってるんですけど、自分が撮りたいから撮ってるって思ってるのが楽なので、ちょっとスイッチが変わってるんですけど、当時は役に立ちたいって思って勉強とか撮ってて、でその思いで撮ってるのに叩かれると。何のためにやってんだろうなとかって思ったこともすごい多かったんですけど、でもそういう時にやっぱ支えてくれたのはその当時見てたみんなで、本当コメントとか リプツイッターやってねえか、コメントですよね、主にとかメールはほとんど本当少なかったですけど、でもそれでも何人かの子が分かりやすかったですとか、テストに何点上がったんです、ありがとうございますとかって言ってくれて、もうその言葉に支えられてやってきた5年4ヶ月でした。ちょっとまずいね、泣きそうだわやばい、うるってくるね。昨日の夜もね、ありがとう、ツイッターで話したんですけど、こう結構、1億行った時にこういうこと言おうみたいな、いろいろ考えてたんですよ、事前に準備してね、かっこいいこと言いたいなみたいな思ったんですけど、いざだったらね、胸いっぱいでも何も言えないみたいな。そうで、ツイッターで本当にたくさんの方、あとメールでもね、お祝いメールをすごい送ってくださって、それ見ながらうるうるしながら見てましたけど、なんで
まあ、今もそうですね。今全部のコメントちょっと目通すことはできなくなっちゃいましたけど、でもそれでもやっぱりこう見させてもらっててコメントを、もちろんね今でもいいコメントだけじゃないですね、見てうわーって思うコメントもたくさんありますけど、でも何点上がりましたとか、学校の授業が楽しくなりましたとか、で多分これからですけど、まあ、今ちょっとずつね来てる受験に合格しましたっていう報告いただいたりとか、幸せでしかないですね。本当に幸せです。そういった意味で続けてきてよかったなと思います。正直数字なんていうのは1億回もそうですし、まあ、登録者の数もそうですけど、数字はただの数字でしかないので、結局は言ってしまってもね、1億回見てもらっててもパッて見てなんだこれピッて切ってる回数もたくさんあるわけじゃないですか。だからそこで1億だぜ俺すげえとは思ってないんですけど、ただただその数字への憧れ、1000万っていう単位から1億に超える憧れがすごく強くて、そう、でもそれが達成できてね、まあ、ちょっとこの動画を撮らせてもらってるんですけど、でもまあ数字になんか気持ちがおごってしまうというか、そしたら意味がないので、まあ、1個の目標を今回達成できましたけど、その瞬間次のところに走っていく、まあ、スタートを切る瞬間でもあるので、ここを通過点にね、もちろんしてこれからももっともっとね、分かりやすい、まあね、お役に立てる勉強動画、そして、まあ、最近よく撮ってますけど、こう顔出しでなんかテーマを決めて話していく、それを見てモチベーションが上がりましたとか、あと不安な気持ちがちょっと解消されましたって言ってくれる方が多いので、まあ、その面も含めてこのね、とある男が授業をしてみたっていうチャンネル、これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当はね、もっとあったの、喋りたいことがあったはずなのはずなんだけど、いざちょっと話し始めるとなかなか結構ね、ちょっとあんま出ないようにしてるんですけど、結構ほんと胸いっぱいで、今日も朝もリップすごい来てて、それ読んだ後に撮っちゃってるんで、そう、うるってきちゃいそうですけど、本当に伝えたいことはね、ほんと皆さんのおかげでここまでやってこれました。本当にありがとうございます。なかなかまだまだ拙い授業多々ありますけど、それでもなんか同じこと言ってんな同じこと言ってるけど、妥協することなくこれからもね、勉強動画一本一本ね、大事に撮っていきますので、毎日見てとは言いません。みんなが必要な時、テスト前とか受験の前とか、なんか勉強に困った時とかに、ぜひ、あの動画見てみようかな、探してみようかなって思ってもらえる存在で出たら俺は幸せですので、今後もどうぞ使ってやってください。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わります。本当にありがとうございました。以上です。ありがとうございました。